ではポリシーのリターンを定義しましょう。ポリシーのリターンとは、ある状態からあるポリシーに従って行動した時に得られるリターンの期待値です。これはこういうふうに書けるんですけれども、つまり、ここがリターンの値ですね。こんな感じで、前回定義しました S01 ラララと無限に行動した時の得られるリターンで、ここに割引率がありますと。でこのリターンの期待値、ある π で、ある初期状態からスタートした時に得られる、リターンの期待値がこの、V の π の S ですね。これが我々が最大化したい量です。そして最適のポリシーというのはこの値を最大化する π ですね。つまりこういうふうに書けます。 π スターっていうのは、argmax の π の、さっきの値ですね。改めてなんですけれども、この時ポリシーのリターンっていうのは遅延報酬を含めた長期の報酬であって、即時報酬である RS とは異なる量なんですよね。ちょっとこれ見ていきましょうか。こんな感じでこの VπS っていうのは長期報酬、将来まで見た値です。でそれに対して RS っていうのは短期の報酬なので、この2つが違うということを明確にご理解ください。我々はこの長期報酬を最大化したい。短期報酬というのは、その今回は目的ではないということです。ちょっと一旦ここでこれまでにやったことをまとめていきましょう。我々はついにマルコフ決定過程の目的、回答ですねをついに、定義しました。それはこの π スターを得ることです。そしてそれは、こんな定義をしていますと。この定義をしている理由っていうのは、これまで議論してきた、報酬の遅延があるから、こういった定義にしているということです。最適なポリシーというのは、改めてですけれども、このポリシーに従ってた時に、得られるリターンの期待値を最大化するような行動選択の方法を指します。ちょっと改めて π というのは、S から、A のマッピングであると、これを最大化したいというわけですね。というわけでついにマルコフ決定過程の解とは何かというのが記述できました。これからはこのマルコフ決定過程の解き方、つまり π スター、最適なポリシーの求め方について解説していきます。